こちらでやり直します大変失礼しましたちょっと <laughs> ミ,ミスがちょっとミスがありました大変申し訳ありません今森保さんが今話されてますねちょっと先ほどのミ,ミスが失礼しましたいよいよ発表ですね 頼むよ。マジで。私はロンドン世代ですね。まあ、やっぱ。もちろん、やっぱ東京ファンでは、俺としてはね。高川選手、選ばれてほしいか、惜しいですけどね。 確か YouTube で選手発表や YouTube でライブ放送というのはですね、ちょっとわけわかんないことをさせていただいております。そ、そちらは大く申し訳ございません。サプライズもあるかもしれないですね。外れるのはさ、小原さんはやめてよ。YO さんありがとうございます。本 P はわかりません。多分寝てます、まだ。 終わらせんは入りませんガ川選ばれてほしいな今森保さんが話されてるとこだねサプライズコアラ入りませんまあまずゴールキーパーからだよね ゴールキーパーはどうだろうな今までのちょっと前回のオリンピックの枠見てみるかゴールキーパー3枠だっけ谷んね ゴールキーパーはでもゴールキーパー2人か2だねまあどうだろう沖選手谷選手って感じになるのかなでバックアップまあザイオン選手はねパリ世代でもあるからね 大迫選手、どうなんだろうね、ザイオン選手は、まあ、バックアップを含めたら入りそうな気がしますけどね、原島選手、あっ、サニもパリ世代なんだ、失礼しました、なるほど。 今日俺は1時、9時半ぐらいに起きました。バックアップ、要は怪我とか、ね、してしまった時に、そのバックアップのメンバーも選ぶ形になってるんだよね。何人だっけ ?4 人。さあ発表です。いよいよ。緊張するね。オーバーじゃさすがに確定でしょ。3人で。ゴールキーパー。 大迫はいはいはい大迫選手うん谷恒成選手まあだ,だとまあでしょうねうんうんまあこれはまあ うん、これはもうオーバーだからね。酒井宏樹、板倉選手、うん。まあ、複数ポジションもこなせます。うん、中山裕太選手、左サイドバック、起用されてました。うん、旗手レオおお、冨安選手ね。まあ、どういう順番で呼んでるんだろうね、これ。 橋岡選手選ばれました YouTube で見てますあディフェンダー以上かディフェンダー以上ねうん遠藤渡るね瀬古選手そうだね相馬選手選ばれたおー三好選手も選ばれた三笘薫 堂安田中を。もう海外移籍海外移籍はね確定的ということで竹吉さん来ました竹吉さんその他かどうなるかあそうかこれじゃあメッシの選手とかあれだったってことかうんうんうん うん大前と上田綾瀬2人ですね林選手もダメだったね高橋選手もダメだったかやっぱザイオン選手がバックアップメンバー町田光輝選手うん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 おセコアイム ああ、なるほど。林がバックアップメンバーということです。えー、高橋選手、ちょっと残念だね。まあ、でも、順当あ、順当って言い方、ちょっとおかしいかもしれないけど。うん。 サポーターと、もちろん東京ファンとしてはちょっと残念だけどね。そうか、東京、今の東京の選手からは選ばれなかったか。サプライズっていうところはなかったんじゃないですかでも。うん。 まあまあ順当っていう感じですよね。いや、いや、でもまあそうね。いや、もちろんもちろん。まず日本を応援するという気持ちはありますがやっぱりい東京湾としてはその寂しさはちょっとありますよね。ちょっとまあこれは主観的な話になっちゃいますけど。うん。ただもちろんね、あのー、まあ一つの、 もちろん大きな大会ではありますけれどももちろんここオリンピックに選ばれずにねここでもう一回奮起してねまた AI 選ばれて活躍して,るっていう選手もたくさんいるんで頑張ってほしいな東京オリンピック世で戦ってきた選手には東京の。うん、いやオリンピックのチケットは取れてないですね。 まあやっぱり、あのー、あの実際親善試合の方でもあとはこの前ね、ね田川選手森保さんの前でもちょっと決,めやっぱ決定機をね決めきれなかったというところがありましたからねまあしょうがないというところがあるかもしれません今回の代表の選出に関しては。うん まあちょっと主観的な、ちょっと気持ちも入ってしまいますけれど、まあ、代表選出って官邸から見たらまあ仕方ないのかなと思ってます。またちょっと、名、ね、代表目指して頑張ってほしい。うん。 アクさん日本の予選と決勝当たってるのボのこれも羨ましいなおめでとうございますうんまあ順,順当っていう言い方あれですけどうんもうめちゃくちゃこうサプライズっていうのはない感じでしたね吉、まあ、選手確かにコーパーアメリカでの活躍もありましたからね まあ森保さんもこ,うこれまでの全トータルで見て判断するっていうのはコメント残してましたね。うん、まあディフェンスはねどうしてもマヤと富安っていう,もう,こう A 代表でも出てる、まあ、絶対的な存在がいますからねもちろんそのほかにも素晴らしい選手たくさんいますけれどもなかなか競争激しいですよねセンターバックのところは。 あのバックアップメンバーに今なられてる町田選手、佐江選手ももちろん素晴らしい選手だと思いますし、うん、あ菅原選手も選ばれてないかでも、うん、まあ、竹内さん頑張ってほしいな。 西ああ野選手もそうだね。うんまあ、前田選手はやっぱり違いをつ、ねあのーこのまあ、スピードっていう、ね、この武器、やっぱここは他の選手、まあ、違ったこう特徴を持った選手はとそういういろんなタイプを、ね、やっぱりこういう大会では。 持っておきたいっていうのはあるんじゃないですかねうんメダルと金メダル取ってほしいねうんあ橋岡選手ねうんまあロンドンの長井選手もしっかりうん さあということで、ちょっとね、えー、今日はオリンピックの代表発表をリアルタイムで見ていきました。うん、まあ、驚きのサプライズ枠っていうところはなかったのかもしれません、今回でいうと、うん。まあ、チーム、所属チームでいうと、えー、フロンターレが一番、おあんなことないか。 いや、そうかな。フロンタルレが一番多いって形になるのかなうん。えー、カーキアラクションってことまあ実際ゴリングゴールじゃないから、将来ワールドカップで東京の選手に無双してほしいですよ。いやー今日いや、間違いない、そうですね。うん。まあ、ただ、もう、日本代表ね、あの、東京オリンピックこのメンバー決まったということなんでね、金メダル向けても全力応援していきたいと思います。まあ、板,板倉選手はね、 もちろんそのボランチもできますしねうんまあやっぱりこういう大会では複数ポジションをこなせるっていうところは大事なポイントになりますよねうんあ中山選手もそうかそうねうんということで皆さん お付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。いよいよオリンピックまで約1ヶ月となってまいりました。日本代表金メダルを熱望またお会いしましょう。さよなら。